皆さん、こんにちは。このビデオでは、みんなの日本語第21課、文法を勉強します。じゃあ、始めましょう。第21課、文法は、2つのパートに分かれています。このビデオは、パート1です。Lesson 21 Grammar is divided two parts.This video is for the part 1. 明日の天気はどうですか？いい天気ですか？雨が降りますか？明日の天気は 100% 手話ではありません。でも、昨日も雨でした。今日も雨です。ですから、明日も雨が降ると思います。私の感触者、ゲストです。明日、雨が降ると思います。I think it's going to rain tomorrow. 明日、雨が降ると思います。カリナさんは綺麗ですね。とても綺麗だと思います。これは私のオピニオン、インプレッションです。カリナさんは綺麗だと思います。I think Miss Karina is beautiful. Plain form と思います。is expression conjecture. Conjecture means guess, guessing, opinion, impression. Plain form と思います。I think. 振ります。Plain form. 振る。振ると思います。振りません。プレインフォーム。振らない。振らないと思います。振りました。プレインフォーム。振ったと思います。振りませんでした。プレインフォーム。振らなかったと思います。と振ると思います。振らないと思います。振ったと思います。振らなかったと思います。練習1番。行きます。行くと思います。行きません。行かないと思います。行きました。行ったと思います。行きませんでした。行かなかったと思います。あります。あると思います。ありません。ないと思います。ありました。あったと思います。ありませんでした。なかったと思います。グループに寝ます。寝ると思います。寝ません。寝ないと思います。寝ました。寝たと思います。寝ませんでした。寝なかったと思います。グループ3、来ます。来ると思います。来ません。来ないと思います。来ました。来たと思います。来ませんでした。来なかったと思います。します。すると思います。しません。しないと思います。しました。したと思います。しませんでした。しなかったと思います。E アジェクティブ。高いです。プレインフォーム。高いと思います。高くないです。高くないと思います。高かったです。プレインフォーム、高かったと思います。高くなかったです。高くなかったと思います。練習2番、安いです。安いと思います。安くないです。安くないと思います。安かったです。安かったと思います。安くなかったです。安くなかったと思います。いいです。いいと思います。良くないです。良くないと思います。良かったです。良かったと思います。良くなかったです。良くなかったと思います。ナージェクティブ。綺麗です。プレインフォーム。綺麗だと思います。綺麗じゃありません。プレインフォーム。綺麗じゃないと思います。綺麗でした。プレインフォーム。綺麗だったと思います。綺麗じゃありませんでした。プレインフォーム、
綺麗じゃなかったと思います。練習3番、便利です。便利だと思います。便利じゃありません。便利じゃないと思います。便利でした。便利だったと思います。便利じゃありませんでした。便利じゃなかったと思います。暇です。暇だと思います。暇じゃありません。暇じゃないと思います。暇でした。暇だったと思います。暇じゃありませんでした。暇じゃなかったと思います。Noun 雨です。プレインフォーム雨だと思います。雨じゃありません。雨じゃないと思います。雨でした。雨だったと思います。雨じゃありませんでした。雨じゃなかったと思います。練習4番。休みです。休みだと思います。休みじゃありません。休みじゃないと思います。休みでした。休みだったと思います。休みじゃありませんでした。休みじゃなかったと思います。練習5 Expressing one's own guess or conjecture. Please follow the example. 例、明日雨が降ります。明日雨が降ると思います。I think it's going to rain tomorrow. 1番、明日雨が降りません。明日雨が降らないと思います。2番、佐藤さんはゴルフをしません。佐藤さんはゴルフをしないと思います。3番、テレサちゃんはもう寝ました。テレサちゃんはもう寝たと思います。4番、ミラーさんは会議室にいます。ミラーさんは会議室にいると思います。5番、ミラーさんはパーティーに来ません。ミラーさんはパーティーに来ないと思います。6番、林さんはお金がたくさんあります。林さんはお金がたくさんあると思います。I think Mr. Hayashi has a lot of money. 7番、田中さんは結婚しています。田中さんは結婚していると思います。8番、明日暑くないです。明日暑くないと思います。9番、日曜日は人が多いです。日曜日は人が多いと思います。10番、明日もいい天気です。明日もいい天気だと思います。明日もいい天気だと思います。11番、田中さんは独身じゃありません。田中さんは独身じゃないと思います。語彙の復習、Vocabulary Review。多分、probably, perhaps, maybe. 明日、多分、雨が降ると思います。明日、多分、probably, 雨が降ると思います。I think it will probably rain tomorrow. きっと、surely, definitely. 明日は、きっと、雨が降ると思います。明日、きっと、雨が降ると思います。きっと 95-99% possibility 多分 80-90 possibility Please note in negative sentence 多分 is more often used than きっと So in negative sentence 多分 is more often used For example 山田さんは多分来ないと思います。山田さんは多分来ないと思います。田中さんは多分お酒を飲まないと思います。練習6 Expressing guess or conjecture 例、部長は
事務所にいますか？いいえ。いいえ、いないと思います。Please follow the example. もう一度、レイ。部長は事務所にいますか？いいえ、いないと思います。1番、サッカーの試合、ゲーム、マッチ。日本とブラジルとどちらが勝ちますか？勝ちます。To win。もう一度、クエスチョン。サッカーの試合、日本とブラジルとどちらが勝ちますか？アンサー、ブラジルの方が勝つと思います。Or you can also say, ブラジルが勝つと思います。2番、佐藤さんは運転ができますか？運転、ドライビング。はい。はい、できると思います。はい、できると思います。3番、課長、セクションマネージャー。課長はもう帰りましたか？はい、もう帰ったと思います。4番、ミラーさんはパーティーに来ますか？いいえ、来ないと思います。5番、あのコンビニで薬を売っていますか？薬？メディシン。いいえ、売っていないと思います。いいえ、売っていないと思います。6番、テレサちゃんは何をしていますか？どこかで、in somewhere、太郎くんと遊んでいます。アンサー、どこかで太郎くんと遊んでいると思います。8番、ハサミはどこですか？ハサミ、シザーズ。あの箱の中。アンサー、あの箱の中だと思います。あの箱の中だと思います。9番、明日の天気はどうですか？多分、maybe or probably、雨。と、アンサー、多分、雨だと思います。10番、あのレストランは高いですか？きっと、I'm sure、きっと、きっと、高いと思います。練習7、Please follow the example。レイ、A さん、あのレストランは美味しいですか？美味しいと思います。いつも人がたくさんいますから。美味しいと思います。Yes, I think it is delicious, tasty. Because there's always a lot of people there. 1番、A さん、鈴木さんは韓国語ができますか？B さん、できると思います。韓国に4年いましたから、できると思います。韓国に4年いましたから。Because he was in Korea for 4 years. 2番、A さん、ハンさんはいますか？ B さん、カバンがありませんから、because his bag is not here, so もう家へ帰ったと思います。カバンがありませんから、もう家へ帰ったと思います。語彙の復習、vocabulary review、本当に、really、日本語は本当に面白いです。Interesting. そんなに not so. Use with negatives. 日本語はそんなに難しくないです。Not so difficult. 日本語はそんなに難しくないです。日本語は本当に面白いです。役に立ちます。To be useful. 役に立ちます。雨の日。傘は役に立ちます。雨の日、傘は役に立ちます。本当、true、嘘、lie、本当、嘘、question、
その話は本当ですか？アンサー？ええ、本当だと思います。Yes, I think it is true. いいえ、嘘だと思います。No, I think it is lie. その話は本当ですか？ええ、本当だと思います。いいえ、嘘だと思います。練習8 Expressing one's own opinion or impression. Please follow the example. レイ、日本語は面白いです。日本語は面白いと思います。I think Japanese is interesting. 日本語は面白いと思います。1番、日本人はよく働きます。日本人はよく働くと思います。2番、テレサちゃんはよく勉強しています。よく、well。テレサちゃんはよく勉強していると思います。3番、漢字は難しいですが面白いです。漢字は難しいですが面白いと思います。4番、日本語の勉強は役に立ちます。日本語の勉強は役に立つと思います。役に立ちます。useful。役に立つと思います。パワー電気の製品はデザインがいいです。製品、products。パワー電気の製品はデザインがいいと思います。6番、このパソコンはそんなに便利じゃありません。便利、convenient, useful。このパソコンはそんなに便利じゃないと思います。7番、ミラーさんは時間の使い方が上手です。時間の使い方、how to use the time。Well, you can also say time management.ミラーさんは時間の使い方が上手だと思います。8番、神戸病院はいい病院です。神戸病院はいい病院だと思います。9番、サントスさんは本当に親切な人です。サントスさんは本当に親切な人だと思います。本当に really 練習9 Expressing one's own opinion or impression. Please follow the example. レイ、新しいソフトは便利ですか？はい。はい、便利だと思います。1番、漢字は難しいですか？いいえ、あまり。と、いいえ、あまり難しくないと思います。いいえ、あまり難しくないと思います。2番、彼の話は本当ですか？はい、本当だと思います。本当、true、話、ストーリー。3番、犬と猫とどちらが役に立ちますか？犬、dog、猫、cat。役に立ちます。useful。犬と猫とどちらが役に立ちますか？犬？アンサー？犬の方が役に立つと思います。犬の方が役に立つと思います。4番、ワットさんはいい先生ですか？はい、とても。アンサー？はい、とてもいい先生だと思います。日本でどこが一番きれいですか？奈良。アンサー？奈良が一番きれいだと思います。奈良が一番きれいだと思います。6番、その辞書はいいですか？ええ、とても。アンサー？ええ、とてもいいと思います。7番、相撲は面白いですか？相撲？
small thing, Japanese national sports. Small 相撲は面白いですか？いいえ、あまり。と、アンサー。いいえ、あまり面白くないと思います。いいえ、あまり面白くないと思います。8番、仕事と家族とどちらが大切ですか？大切、important。どちらも、アンサー、どちらも大切だと思います。どちらも大切だと思います。Both are important, I think. 9番、日本料理は美味しいですか？とても、アンサー、とても美味しいと思います。語彙の復習、vocabulary review について、about 日本について、about Japan 日本語について、about Japanese language 田中さんについて、about Mr. 田中あの映画について、about that movie A さん、日本語についてどう思いますか What do you think about Japanese language B さん、とても面白いと思います。もう一度、日本語についてどう思いますか？とても面白いと思います。I think it is very interesting. A さん、日本についてどう思いますか？ B さん、物価が高いと思います。物価、price。C さん、私もそう思います。I think so too. D さん、私はそう思いません。I don't think so. For I don't think so, 私はそう思いません is better. 私はそうじゃないと思います。It's also grammatically correct, but usually we use 私はそう思いません。I don't think so. 私はそう思いません。私はそう思います。練習10例日本の自動車とてもいいです。Question 日本の自動車についてどう思いますか？とてもいいと思います。Please follow the example. 例もう一度日本の自動車についてどう思いますか？とてもいいと思います。1番日本のアニメ、アニメーション、面白い。クエスチョン、日本のアニメについてどう思いますか？アンサー、面白いと思います。2番、日本、交通が便利。交通、トランスポーテーションシステム、or traffic、便利、convenient。クエスチョン、日本についてどう思いますか？日本についてどう思いますか？交通が便利だと思います。交通が便利だと思います。3番、日本の大学、ユニバーシティ。休みが多い。There's many holidays. The question, 日本の大学についてどう思いますか？ Answer,休みが多いと思います。4番、サントスさん、本当に親切。Really kind. Question: サントスさんについてどう思いますか？ Answer: 本当に親切だと思います。本当に親切だと思います。5番、着物。着物、Japanese traditional clothes, Japanese traditional attire. The question, 着物についてどう思いますか ?What do you think? What is your opinion about 着物? Answer, とても綺麗だと思います。I think it is beautiful, very beautiful. 語彙の復習、vocabulary review. 気をつけます。気をつけます。To pay attention, to be careful, to take care. 気をつけます。車が動きます。動きます。move. 気をつけてください。Please pay attention. Please be careful.
車に気をつけてください。Please be careful the car. Watch out for cars, please. 車に気をつけてください。気をつけます。会話の練習1 Conversation Practice 1例インターネット便利です。Convenient 使い方に気をつけなければなりません。You have to be careful how to use. 使い方に気をつけなければなりません。レイ、A さん、インターネットについてどう思いますか ?What do you think about internet? B さん、そうですね。Let me see. 便利ですが、It is convenient, useful. But 使い方に気をつけなければならないと思います。I think we have to be careful how to use it. A さん、Watt さんはどう思いますか ?Mr. Watt, what do you think about it? C さん、私もそう思います。I also think so. I think so too. 私もそう思います。Have to be careful how to use it. もう一度。インターネットについてどう思いますか？そうですね。便利ですが、使い方に気をつけなければならないと思います。ワットさんはどう思いますか？私もそう思います。もう一度、インターネットについてどう思いますか？そうですね。便利ですが、使い方に気をつけなければならないと思います。ワットさんはどう思いますか？私もそう思います。1番、新しい空港、New Airport、きれいです。Beautiful or clean。交通が不便です。Transportation system is not convenient。A さん、新しい空港についてどう思いますか？そうですね。きれいですが、交通が不便だと思います。ワットさんはどう思いますか？私もそう思います。もう一度、新しい空港についてどう思いますか？そうですね。きれいですが、交通が不便だと思います。ワトさんはどう思いますか？私もそう思います。2番、最近の子供、最近、recently。よく勉強します。study well。あまり本を読みません。A さん、最近の子供についてどう思いますか？そうですね。よく勉強しますが、あまり本を読まないと思います。ワットさんはどう思いますか？私もそう思います。もう一度、A さん、最近の子供についてどう思いますか？そうですね。よく勉強しますが、あまり本を読まないと思います。ワットさんはどう思いますか？私もそう思います。最近の子供、最近 recently, these days. So the child in these days. Lesson 21 Grammar Part 1 is ended here. But the lesson of the Lesson 21 Grammar will be continued in Lesson 21 Grammar Part 2. 今日のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。